今週のおまけです、ニコニコさん男性20代三重県西田先生、4年ごろ前までは消費税増税賛成派だったと思いますが、消費税反対に考え方があったのは MMT の理論がアメリカからやってきたからでしょうかということなんですが、もともと私はですね、デフレ脱却するまで消費税はやるべきではないというのはずっと言ってきてるわけです。でこれは安倍政権の時に一番早めに上げた時もそうだったんです。ただその時にですね、それじゃあ、上げるのはいわゆるこの三党合意というですね、政治の約束なんですね。当時の政権政党だった民主党と野党の公明党、自民党との約束で消費税を上げることを約束させて選挙を指しましたからね。それで上げることは仕方ないとするなら、その代わり財政出動をそれ以上にしてですね、この消費増税によるダメージを回復させるべきだと、という事前の策を言っていたに過ぎないわけなんですが、問題はですね、この消費税、この消費税についてのですね、実態が、私も、違う実態が見えてきたということなんですね。というのは、消費税はですね、平成元年に入りましたけれども、その当時私は税理士、1階の税理士でありましたけれども、この消費税自身は広く薄く皆さん方からですね、お金を負担していただく、これは民主主義国家としてはですね、当然のことじゃないかということで、ある程度の理解をしていたんですね。でところが、結局のところよく考えてみるとですね、これ財務省との消費税論議で明らかになってきたんですけれども、彼らは今こう言ってるわけですよ。消費税は西田先生反対だって言ってるけど、実はこれ第二法人税なんですと。でもともと、ヨーロッパで入っている消費税もですね、転嫁を 100% させるというところにはあんまり重点を置いてなくて、要はこの付加価値にかけるということでやっておりますから、これは法人税の第二法人税的な形でですね、その経済情勢に合わせてこの消費税率をこの転嫁するかどうかというのは、この納税者の方にですね任せている形で、実は第二法人税なんですよというようなことを平気で今言い出す人がたくさん水面下でいるんですよ。それで私はいい加減にしろと。それじゃあそういう説明でですね、今までこの制度設計を作ってきたかというと、そうなってないじゃないかと。で平成元年に出た時はですね、そういうふうな第二法人税になっちゃいかんという議論から 100% 転嫁をしなきゃならないんだと、という方向に、この変えて、そしてその結果ですね、いわゆる内税外税とありますけれども、レジで、税率をかける外税方式がですね圧倒的に増えてきた。その結果ですね、この消費税を上げれば必ず物価が上がっていくという仕組みになってしまっているわけですよね。これあまりにもこれガチガチの仕組みにしちゃったために、これ景気に対して非常に足を引っ張る仕組みになっている。だからそこの議論を、じゃあ整理し直さなきゃいけないわけなんですね。ところがもう今更ですね、そういうことを今私が言ったような話は、内々の話ではそういうことを財務省の当局の人間もですね、平気で言っていますけれども、現実問題なかなかその話が表で言えないというのは、そういうことになっちゃうと便乗値上げということも認めるということになるしですね、それから、この、損税自分たちの、かぶってしまうですね、損税でやっていくということも認めてしまうということになってですね、消費税そのものの議論がもう元から、根底からおかしなことになっちゃうわけですね。でですから私は、そういうことも含めてですね、消費税問題というのはもうそろそろですね、10% やることに今なってますけれども、もう一度整理すべきだというのは本当の私の気持ちなんですよ。でそのところをしっかり分かっていないと、この30年間消費税をやってきた結果ですね、かなり我々が当初ですね思ってきたことと違うことに経済が引っ張られてしまったと。でここはまずいと。そしてヨーロッパの実態がですね、第二法人税的なものだというのであるならばですね、日本もそういう形で考えるべきだと。法人税を下げてきた分消費税で取るんじゃなくて、法人税を戻してでもですね、消費税は低くする方がよっぽどマシじゃないかと、そういう話になってくるということなんですね。ということで、今日のおまけは、ニコニコさんのご質問に答えさせていただきました。ありがとうございました。